さあ今回もキングアンダーザマウンテン続きやっていきましょう。さあ前回ね、このコロニー作って初めての収穫とそれを使ったねスープ作りがスタートされて、まあこの食堂ですかで食べるシーンがねちらほら見れるようになってきたと。でまあ道具作りがどうなってるかわかんないんですけど、まあ、バケツもねあと2つ一応置こうとしてるんで置いてくれたらいいなと。おおよそ部屋を置いたんでね、まああとは何を作るかなのかな。まあ基本的にね勝手に作るっぽいんで、まあ彼らが必要なものをね判断してまあこうやって置いていくんでしょうね。この辺多分作ったやつでしょ、まあ、装備品はここなんですけど、なんか家具系だよねがこっちに来ると思うんで、まあ、それを待ちながらね掘り進んで何か新しい部屋見つけたらいいなと。でね、昔置きましたキノコね、これまあないんでね、ただ木が置いてあると。だこれもねもしかしたら住んだらあるのかなということで掘り進めるね予選でね行きましょうか。で、まあ、この畑の収穫もあるんですけど、これねベリーが取れるんでちょっと取っとこうかなと。やっぱね初年度のね収穫はそこまで多くないので、まあ、周辺のねブッシュ茂みから木の実が取れるからそれを取っていこうかなと。これだね、これは多分スープにはしないかな。ここがスープなんか作る台だと思うんですけども、今両方ないね。で今回ね、まあ、掘るのも進めたいですけど、みんなにね個室を与えたいなと。まずここのベッド消してここを作るかな。半分しか使ってないからね、どうしようかな。壁作ってねちょっとここら辺からやるか、まあ、一応これ部屋判定はあるもんね、あるというかなってるんでいい感じにちょっと掘っていこう。だこっちも行きたいんでね、ちょっとマイナーが足んないかもしんないね。それでも今一応秋なんですね。冬が来たらどうなんだろう、雪景色に変わるかな。さあこれあるご飯そろそろね普通の食料がねなくなってきてると思うんで、初期資源のやつね。こっからスープに頼るわけでしょ。今やってるのかな。あ、来た来た来た。これをね持ってくんですよ。みんな食べた。あーちょっと低いね、低い人もいるね。ただ今食べてるな食事中ね。あと52個かできたら、あれ保存食っぽいんでスープ優先してほしいけどな。ないもんしょうがないよね。入れるやつがなんか複数あれば、複数入れるかな。こっちのキャパが少ないみたいな、ない。こうやって入れるんですよ。でそっから飲むんで、ちょっと増やしてみようかな。こことかね。あ、一回戻すんだ。あ、これは鍋が足んないのか。鍋なんか使い回してるんだね。ここにないといけないのか。かね、要求できないかな。変わったね。これと一緒かな。なんか違う石か。石は石だね。違う石か。さあちょっと鍋作りたいな。ここなんじゃないかな。
リソースのこのね、大鍋ね。鉄か。アイアンだから鉄だよね。シルバーアンビルとか、これ多分素材のことを指すので、鉄を探してこればできるんじゃないか。鉄どっかない。鉄はどれだ、まず。あんじゃないかな。どっか出てきてないか。これがわかんないな。アイアンで出るんですかね。今まで作ってきたやつだとシルバーアンビルとかあったりするので、そこは取ったことがあるのかな。鉄っぽいのがあるんですよ。これこれこれ、これ鉄なんじゃないかな。ちょっと遠いけど行ってくんないかな。中には多分ないんでね。でこれジェムとかは多分宝石系なのかな、そういう扱いだと思うんで、まあ多分違うんじゃないかなと。島みんな大丈夫だね。幸福度は個室もらってる子以外は全員マイナスだけど、個室もねあげたいので、まあ、ちょっと掘ってきてもらわないといけないか。近場であればいいんだけどね。ちょっと試すか。見えてるやつ掘ろう。見たこと、撮ったことないやつ掘ろう。で、鉄をね、作りたいと。燃料は多分だいぶあるんで、前に撮ってるからね。あ、これあれだな。ブッシュもうなくなってきてるね。とりあえず、取っといた方がよかったか。木になってない?だいぶ消えていくね。うわー、しまったな。まあでも結構あるはあるんで、釜の問題ですよね。どんどんこれ置いていけばいいんだよね。どんどん何しか。あ、取ったね。でもジェムだから絶対違うでしょ。まあここでとりあえず整えることはできるんで、まず持ってきてもらってと。素材に関しては書いてなくない。どこで使うかとかじゃない。スティールとか、あ、石見ればわかるか。逆にこうやって石見たらそれがね、何になるか。シルバーになると、これがシルバーだね。このね、グレイナみたいな。これはアンカットじゃないよね多分。どこが、ここがなるやつだよね。進化先みたいな。ってことは今多分ないかな。多分使っちゃったよね。さっき取ってきたであろうやつが鉄だったはずなんだよね。釜欲しいんだけど釜作るかな。また取りに行こう。これが鉄の素材だと思うんだよね。これじゃないな。さっきのと違うな。どっかなかったっけ。これではないでしょ。これシルバーのやつよね。あ、ティン、ティンなのかわかんないけど、海がね。これ確かアンビルとかであったはず。結構使うと思うんだよね。まあ、なんとかね、まだニーズは満たしてるんでいいんですけど、ちょっとより安定させるには、この釜がね、あと2つ。で、バケツも欲しいな。バケツこっちバレルか。も欲しいし、プレートからインゴット。でシルバーインゴットはあるんで、この多分鉄のプレートから鉄のインゴットに行くのかな。インゴットを伸ばしてプレート進むあるけどね。どっちなんだろう。
何つくんだろう。このワイヤーみたいなやつめっちゃあるよね。これで多分このバケツを作ってるんでしょ。バケツがめちゃくちゃあるな。あ、でもバレルもできてる、できてる。このなんか鉄の輪っか的なやつがこれなのかな。余りがちじゃないか。このカーペンターでしょ、仕事としては。二人ならまあいいか。うーん、忙しそうだね。あ、でも行ってる行ってる、ナイス。あ、めっちゃまだある。何作ってるかね、ちょっと優先的に見よう。てかみんな外にいすぎじゃない。まだ食料あるよ、みんな飲んで。あと3つあるね。期限は書いてないんで多分腐らないんだろうね。とりあえず取ってきたよね、ここにどんどん入れて。来た来た来た。何それ。あ、これ組み立ててバレるか。そのパーツだね。こんだけでできんのかな。これを使ってバレルを組み立てると。で、入れて入れて、きた。この鉱石から今取ってきた鉱石入れたね、2つ。これ何になるんだろう。道具いっぱいあるな。で、アンビル、そう、アンビリック買ったんで、ここで使って作ってと。ここで待ってる時間はね、多分暇だと思うんで、何かしてるんでしょうけど、釜作ってほしいな。プレートはあんまり変わんないね。ちょっとじゃあ個室作るか。これってさ、今はあんま良くないと思うけど、これでこの状況でこういて、なんかこんな感じ、別の判定でつけたらそこ個室になるのかな。これ部屋としてはね、違う、まあ一緒なわけなんですけど、ゾーンが違うから OK みたいなあるかな。さあ見ましょう。2人プラス10がいる。ベッドルームを持っている。もう片方ベッドルームを持っている。区切んなくていいんだね。まあ多分これはアップデートでいずれなくなると思うんですけど、さすがにね。まあ、本来こういうゲームならこうやってね作って、こうやるわけですよ。まあ、できないけど今。今はこのなんか区切り方でいいと。ということはですよ、一旦これ消しちゃって、まあいいか、止めなくて。ここ真ん中で区切ればいいか。これが許されるわけだよね。多分これね、4プラス働くわけだよね。もちろん作りますけどね。今はこれでちょっと幸福度をね、いじらしてもらおうかな。クズから何を作った？インゴットか。ここでプレートをなんか叩き潰してインゴットにするのかな。逆な気はするんだけど。プレート変わってない気がするな。これ、シルバーのインゴットでしょ？だよね。ここで単純にできて、そこからプレートかな。ちょっとね、過程がいまいち分かってないんで。インゴット単体でそんな置いてないんですよ、今持ってったけど。これをどっかでなんかするんじゃないかな。プ
プレートとインゴットの使い道の差が分かんないからね。あ、いったいった。早っ帰んの早っ。お、やってるやってる。あー、なんかまた違うやつ作ったな。それじゃないんだよね。カムはね、これ作り方じゃないんだよな。使い方しか書いてないんですよ。でもここがウェイティングフォーマーメタルか。あればっか作るな。だいぶこれバケツ置けないか。バケツ腐るほどあるな。これバケツが置き放題じゃない？トマト、コーン、コーンの種がだいぶあるな。小麦ね、一応やったんですけど、ちょっとないみたいなんでね、消しちゃって。畑を広げないといけないんで、ちょっとこれも消して、こうね。広げていきます。ちょっと距離欲しいよね。でこの辺が今何も入らないので、ちょっとこの辺を使うかな。トマトが33あるからね、待ちながら。でめっちゃ余ってるんですよとにかくね、調理がしたいな。みんないよいよ多分3個しかないんで、まあこのスープに頼るしかないと。でね、こう釜をね持ってって置いて、水汲んでね、水入れて、で交代かな、違う人に。ベッドなくなってる。でこの人は調理してるよね。調理して一回ちょっと違う仕事行っちゃったか。ここからのがあるからね、この時間の間多分食べれない。おお、なんかめっちゃ増えてるそうか、シーズンで増えるんだ、やば。OK、 じゃあここまでしますか今回ね。ちょっと雲行きが怪しいですね。釜があればねなんとかなるんですけど、1個の釜ではちょっと厳しいので、まあ場所あるからなんとか作業員を増やしてなんとかできたらいいなと。でメタルですよね。メタルに関してはこのメタルワークスのここだと思うんですよね。ね、ちょっと今出ないですけど、だまず掘っていこう。シルバー確保かな。そこを進めていきましょう。うわ、来たね来たね。